獲物を、何をしている？探し物か？貴様の探しているのはこれか？そのようだな。俺が無条件で返すと思うか？返して欲しければ俺のものになれ。俺にその身をおとなしく差し出せ。そうすれば返してやらなくもない。どうだ獲物、目的のものはここにあるんだ。渋る理由もないだろう。こんばんは。夜分遅くに失礼いたします。ごきげんよう、離れの森の皆様。一人でのこのこと来たか。前もこんなことがあったな。あの時はクソマフィアどもが騒がしかったが、今日は貴様一人か。つまらない戦いになりそうだ。戦いですか。私、暴力で解決というのはいささか苦手なんです。多かれ少なかれ傷つきますし、服が汚れるでしょう。ですから彼らに相手をさせましょう。なんだこれは。私の従者みたいなものです。ほら、私スケアクローですから。彼らを自由自在に操ることができるんです。ついでですから、皆殺しにしてしまいましょうか。私の大切な人をさらった罰です。目をつつき、皮膚をえぐらせ、肉を食わせましょう。おやおや、絵に描いた捕虜のようですね、おバカさん。動かないでくださいね、縄を切りますから。さ、いいですよ。怪我は立てますか？
話は後からゆっくりと。まずは町へ戻りましょう。いいえ、まずは彼らへの処罰ですね。ええ、いい機会です。全員殺してしまいましょう。心配ありません。あなたも私も手を汚す必要はありません。すべては私の眷属たちがやってくれます。どうしてです？あなたに危害を加えたのですよ。あなたってお人よしですね。いいでしょう。ここらでやめさせることにしましょう。では改めて、共に町へ戻りましょう。はい、あなたに渡したものは私の大切なペンダントのレプリカ、贋物です。すべて演技です。何度も言っていますよね。私は他人を困らせることが大好きだと。あなたがいけないんですよ。大切なものだと言い聞かせたのになくしてしまうのですから。もしなくしたのが実物であったなら、考えるだけで恐ろしいです。昔の私を模してみました。どうです？可愛らしかったですか？ええ、私はひどい男ですよ。それを承知の上で惚れているくせに何を今さら。いいえ、これは後遺症のようなものです。まあ気にしないでください。そのうち元に戻りますから。それよりこれをあなたに。ええ、どうぞ。その指輪に施された宝石こそ本物の私の脳です。いいえ、金細工師に依頼し指輪に加工させました。ペンダントはチェーンがちぎれる可能性がありますからね。それに指輪は指輪こそ束縛の証になりますから。サイズはぴったりのようですね。とてもよくお似合いですよ。この指輪はいわば私のすべて。必ず大切にしてください。今度こそ手放。やれやれ、こんな単純計算もできないんですか、ボンクラ・グフライオンは。悪かったな。その日は疲れてたんだ。すぐ直すからちょっと待ってろ。こちらも訂正してくださいね。日付が一桁多いです。100月って何ですか。冗談のつもりで書いたなら射殺しますよ。はいはい、わかった。
だいたい最近たるみすぎじゃないですか。塵も積もれば山となると言うでしょう。ボンミスは控えてください。ただでさえアホでノンシャランな面構えなのに、中身も糖質となったらいよいよ救いようがないじゃないですか。それからあーもうぐちぐちねちねち言いやがって。ふうか、お前の旦那どうにかしてくれん。愛しい奥さんは私の味方をするに決まっていますね、フーカ。よくできました。さすが私の伴侶です。愛していますよ。あんなのただの息づくオブジェですよ。気にしないでね。それに見られながらというのもいいじゃないですか。背徳は天然の甘い美役。私以外の男の視線を感じ、あじらうあなたを抱くのは、さぞかし愉快でしょうね。嘘をつくなんて、いけない子ですね。あなたのここはほら、こんなにも私を求めています。ギブギブギブ。この部屋味方がいない、足りない、もうやだ。アクセルヘループ。うるさいですね。何ギャンギャン吠えてるんですか。興ざめです。せっかくのムードが台無しです。吠えたくもなるっつーの。言っとくが、お前が指摘するミスはぐるっとまるっと全部その幸せオーラのせいだからな。気が散るんだ。イチャつくなら俺の視界の外でどうぞ。なそうはいきませんよ。コンシリエーレとしてボスに付き添う義務があります。ですがこの体は彼女と一時も離れたくないと言って聞かないのです。どうか飲んでください。飲めるかよバカバカバーカ。スパゲッティで首吊って死んでくれ。スパゲッティね。そうだねえ、風花、今晩はカラミアの下手くそな料理ではなく外で食べませんか。よかった。では早く出かけられるよう、脳なしライオンの尻を叩いてきますね。頑張ってくださいじゃねえし。ねえカラミア、口ではなく手を動かせと何度言ったらわかるのですか。あなたにはこの書類の山が見えていないのですか。いった、ペン先で手を刺すな。もうやだこの夫婦。